はい、今日はファンドフォー RTK と1ミリの組み合わせでうまくいかないので N トリップ方式が、海岸林で失敗続きだったので、地元ホームグラウンドでちょっとやってみます。で、これリモコンで今スイッチ出ました。で、次にドローンのスイッチを入れます。で、これが、1ミリの設定情報で、このマウントポイントによってうまくいったりいかなかったりするらしいんですが、で、この下の 5NH と 7NH ですね、下から2つ、これが海岸でダメだったので、今日はこの 4NH で、やってみたいと思うんですが、で、これで、実行中、計画。で、これがですね、坑内1ヘクタール75メートルというのを前に作ってあるんで、これを呼び出すと、ドローンが今ここにいて、来た。はい、衛星画像来ました。衛星画像がなぜ来るかというと、このリモコンの裏側に、ここに、RTK モードから GNSS に切り替えます。ここに、SIM カードが刺さった、あれが入ってて、それでネットに通信ができるんですが、で、ここでですね、これをって RTK でカスタムネットワークなんだけど、ここのチャンネルを今 32M4NHS 32MSM いや、おかしいな、これな、32、これが違うな、ここが 32M大文字なんだよね。S4 で、また大文字の NH だっけ。 32MS4NH 32MSM4NH MSM、 ここに M が入る。 M4NH で段で設定ってやると接続が成功と出ました。シングルのまんまですが、ここで、フィックスしないと飛び立てないので、シングルでは全くダメなんですが、これどうしてもやっぱり地べたに置くと調子悪いのかな。でも海岸だと地べたに置いても、32MSM MSM4NH32MSM4NH で接続が成功してるんで、で、シングルのままなんで、これやっぱり前上瀬というところでやったように、ドローンをずらしてフィックスするのを待つ。これちょっときついね。シングルのまんまだもんね。そもそも海岸ではフィックスして離陸して直後に外れるんだけど、ここはそもそもフィックスすらしない。場所変えても、で、やっぱり地べたに置くとベイドゥが4個しか入らない。GPS4 個、ベイドゥ4個、グローナス4個、ガリレオ2個。ダメですね、やっぱりね。脚立持ってこんとダメだな、やっぱり。はい、ちょっと場所変えました。このちょっと高いところ。でもダメかな。で、これ割と、
ここをなしにして、もう一回カスタムにするとピッとフィックスしたりするの。カスタム。で、接続。設定。接続成功。ネットワーク RTK サーバー。フロート来た。フロートまで来た。フロートまで来たけど、フィックスしない。だいたいすぐフィックスしないと、まず場所はダメなんだよな。で、もう一回、ここなしにして、この辺に戻そうかな。あら、本体の電源入れてなかったか。なんか入っとるね、ちゃんとね。はい、じゃあここでもう一回。ARTK をカスタムネットワーク。32MSM4NH。シングル。接続は成功、シングル。シングルのまんま。フロートまで来た。フロートまで、あ、フィックスした。フィックスしたよ。フィックスしましたよ。これでもう一回、これで呼び出し、開始。フィックス状態ですよ。3244番ね。4番で、ポイント4番フィックスして、響く。ポイントが更新されました。障害物が検出され、航空機は減速しています。わあ、航空機はそこにおるわ。飛行機あんなとこに。安全性に注意してください。まあいいや。これは3分ちょっと。3分間、RTK じゃない、フィックスが解けずに、乾燥したら拍手。RTK のものから GNSS に切り替えます。ほらね、ダメでしょ。一枚も写真撮らずに終わっていくんだから、これが海岸林でも同じパターンなんで、はい、停止。停止して戻しますよ。はい、リターントホーム。リターントホーム。一枚、シングルで一枚撮っただけで終わり。ひどいね。全く使い物にならん。4番ダメ。さっきのこれね。これの、下から何行目だ ?1、2、3行目。32MSM4NH。フィックスの状態で1枚も写真撮れずに終わりました。はい、RTH で今戻りつつあります。100まで上がる設定してるから、ちょっと時間が無駄だ。で、バッテリーも無駄だけど。どうしてこんなに不安定なんかね。1回目失敗。きっと他もダメだろうな、これ。はい、いっぺん電源落とします。